虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ファミズアップ分室。皆さんはじめまして、上原歩です。スクールアイドルになることは大切なお友達と見つけた一緒に叶えたい夢なので、自分の名前の通り夢に向かって一歩一歩頑張って歩いていきたいと思います。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、上原歩役の大西あぐりです。よろしくお願いします。ちーっす、私は宮下愛。学校の友達に誘われてスクールアイドル始めちゃいました。みんな愛よろしくね。愛してるよ、愛だけに。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宮下愛役の村上夏実です。よろしくお願いします。私、天王寺里奈、とってもキュートな女の子。本当だよ。でも感情を顔に出すのかなり苦手だから、いつも無愛想な女の子に思われるの。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、天王寺里奈役の田中千恵美です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、大阪しずくです。演劇部に所属しながらスクールアイドルの活動も行っていますが、どちらも見てくれる人を楽しませて感動させられるように頑張ります。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の大阪しずく役、前田香織です。よろしくお願いします。はい、というわけで前回よりスクフェス公式組から香織もゲストで参加しています。イエーイ。4人でゲームをするのは今回が初めてなんですよ。まあゲーム腕前ね、ね、なかなか楽しみだな。いや、そんななんかハードル上げて上げていく、どんな腕前かしていったからね。皆さんも注目していただいて、それでは4人揃っての最初のコーナーはこちらです。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会結成1周年記念、ファミ通アップナンバーワンは誰だ決定戦です。というわけで、このコーナーはファミ通アップ担当の私たちの中で誰がナンバーワンなのか、すなわち誰がピラミッドの頂点に、君臨しているのかを白黒つけてしまおうというコーナーだそうです。はい、はい、頂点にね、立てるように。うん、伝えヒエラルキーの頂点ですね。難しい言葉が出ましたが、解決方法を紹介していきます。はい、はい、アプリゲームで3回勝負をしていきます。勝敗に応じて1位5ポイント、2位3ポイント、3位1ポイント、4位0ポイントがつきます。はい、トータルのポイントが一番多い人が優勝です。ファミ通アップクイーンの称号とさらに特別なご褒美があるかもしれませんとのことです。ご褒美か、ご褒美。でも私スクフェス組だからさ、うんうん、え、どうなんだろうね。あ、別にファミ通アップじゃないから、うん、クイーンになってもというカオリンのために専用のご褒美を用意しました。マジっすか、なんだなんだ。そうなんです。最終結果の順位に応じて、うん、チョボ先生の4コマ漫画への出演権が獲得できます。え、あの4コマに優勝の場合は4コマをまるまる独占。すごいよね。しずくちゃんがまるまる独占できます。2位は主役で、3位がちょい役、4位が脇役といった感じに順位に応じて出演の幅が決まるわけなんです。まあ3位ぐらいを目指していただいてを戦っていく。気づいてるな。4位だとかわいそうだから、これのファミ通とか、そうだね、ここら辺に落ち着いて4人で出れる感じでいきましょうね。はい、というわけで虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会結成1周年記念、ファミ通アップナンバーワンは誰だ決定戦、略してファミワンの最初の対決ゲームを発表いたします。最初のゲームはコトダマンです。コトダマン、コトダマン、ね、かわいい。前回も言ってたけどね、うん、私は言霊の男だって言ったけど。というわけでね、メンバーそれぞれが説明をしてくれるので、言霊についての説明お願いします。今回は言霊をプレイするみたいだよ。言霊というのは言葉に宿ると信じられている力のことですね。ってことは言葉を作るパズルゲームなのかな。言霊はコトダマンと呼ばれるキャラクターを使って言葉を完成させて敵を攻撃する新感覚共闘 RPG のこと。へえ、面白そうだね。具体的にはどうやって戦うの。各コトダマンにはひらがなが一文字決まっていて、
順番に並べて多くの言葉を作るほど強い攻撃が出せる。言葉をいっぱい作ると強い攻撃ができるってことですね。いろんなキャラクターがいるけど、どんな特徴があるの？それぞれ技という特技を持っていて、3文字以上の言葉を作ることで強力な攻撃をすることができる。3文字だったら簡単に作れるっしょ。さらに難しい条件を達成すると、凄技というもっと強力な技を発動することもできる。どれだけ言葉を知っているかがポイントですね。言葉はいっぱいあるから、ありそうな響きの言葉を作れば大丈夫そうだね。簡単そうだし、やってみようか。というわけで早速プレイをしていきたいのですが、今回もファミツアップさんから指令が来ていますので発表させていただきます。分かったよ。せーの、罰ゲーム。今回は4人順番にコトダマンをプレイしてもらい、お題に沿った言葉を作ってもらいます、はい、そしてお題に沿った言葉を1つ作るごとに1点獲得します、はい、もし7文字作れたらお題に沿っていなくても5点獲得します、うん、そして11コンボ以上の場合は11コンボなら1点、12コンボなら2点という感じでポイントが追加されていきます、はいはいはい、そして獲得した点数で順位を決めて、1位が5ポイント、2位が3ポイント、で3位が1ポイント獲得できます、はい、うん、そしてこのゲームで最下位だった人には罰ゲームが、おなじみの罰ゲームがあります。はい、そういうのってさ、どういうのやるの？めっちゃ怖いんだけど。やったよね。色んなのね。え、なんだ？でも田中の、うん、やめろ。もうそれは終わった話じゃないか。あれが、もうそれはもう過去の話ですよ。というわけでプレイする順番をじゃんけんで決めていきます、うんうん、よしよし。それ古いよ、もう。え、なんで？いや、やらんわ。やっちゃったら古いよ、そのスタイルは。やるよね。やらんわ。やらないけど今やっちゃう。最初グーじゃんけんパン、アイコでしょ。起きた。ほらね、ほらね、アイコでしょ。ほらじゃんけんぽい。あ、弱い。じゃあ順番はカオリン、チェミー、大西、なっちゃんという順番だね。はい、それでは1番目はカオリンということで、カオリンには作ってもらうキーワードをくじで選んでいただきます。はい、じゃん、なんだろうな。あ、動物です。有利じゃない？いいんじゃないですか、動物。結構ね、うん、短い言葉でもいっぱいある気がする。いっぱいある。それではカオリン、担当メンバーからの意気込みを発表お願いします。はい、言葉は演劇にもスクールアイドルにも大切なので頑張ります。それではカオリンのチャレンジです。よーい、スタート。ね、今出てるけど、うん、多分ね、こうまずこれやるじゃん。そう、すごい。で、え、これですごい、こうなんですよ。で、うん、ここをね、やれば3つできるはず。トビー、クンクマ、バッティってなんだ。トリ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 。あ、でもすごい。コンボ、まあコンボはね、10コンボ繋がないとって話だからあんまりなんだけど。あ、これはちょっと難しいね。ガキって動物じゃないよね。違う。え、でも木は、あ、ちょっと入れてみてどうなんだろうね。これは、これ難しいね。難しいね。なんか適当に入れて、ね、次に出てくる言葉で。これタコとかできたかもしれなかったね、今。あ、そうだね。そう、でもできないね。これ仇で、あ、で、鹿でしょ、鹿で、あ、で、牛だ。おー、おー、牛だ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 。あ、牛かってさ、牛かた、牛かた、鹿かた、鹿かた。お、すごい、コンボすごくない？え、すごくない？パスコンボ。あ、すごい。11以上いけばね、そうなんだよね。1点とか入るから。なかなかでもコンボ繋がないわ。お、お、あ、勝っちゃった。あ、勝っちゃった。あれ？え、終わっちゃった。あれ？コンボ数が多すぎて、多分、お、言葉を作るよりもコンボ数を稼いだから敵を倒せた。なるほど。だからそのいい塩梅を見てやっていかないといけないってことが学べたね。え、何個作れたんだろう私。何だろう。5個作れたみたいですね。カオリン5。カオリン5だね。はい。続いては田中のチャレンジです。田中だよ。田中のね、田中だよ。そう、田中のチャレンジだよ。呼び方。ではくじを引いてくださいな。どうぞ。じゃあ真ん中いっちゃおう。うん。いや、
うわーい。なに知らん。難しそう。虫虫虫難しいし、長くない虫の名前って。そうだよ ね、 ね虫か出てこないの。知らんな。あ、蜂あり。それでは、うん、田中担当メンバーからの意気込みを発表お願いします。はい。言葉の魔術師と呼ばれた私のプレイに驚かないでね。それでは田中のチャレンジ、用意スタート。ほいほい。え、もう分かんない。虫か。虫。え、もう分かんない。私も分からん。運が悪いね。運が悪い。運が悪いよこれは。そうね。これないよね。ないね。ないから何か作れるかもと思ってどっかに置いて、うん、作るしかないかもしれない、うん、あ、1個思いついた。あ、1個ある。虫。あー、あるね。うん、ここら辺の。お、あ、あー、逆だった。逆だった。なんてバカなことを言ってしまったんだ。私は。いや、めっちゃ惜しい。惜しい。そこか。なんか運が悪いな、田中。田中、運が悪いぞ。運が悪いぞ。に、あ、にとあに間になる言葉は、あ、あ、はっ。え、そう言っちゃっていいんすか。カンペで言っちゃっていいんすか。おい、言うなよ。すごい出しづらいじゃん。言っちゃっていいんすか。ハリ、ハリかも。あ、ハリがついてるアリだ。なるほどね。なるほど。あ、そうやって、なんか3コマだからいい感じじゃないですか。なるほど、なるほど。もう虫わからんわ。いや、待って、難しいねこれ。7文字はどうかな。いけそうな気も。7文字？無理だね。無理だよ。それかなり運だよね。次に来る言葉が。あなたもきついよ。はぁ、へこんでいく田中が。頑張れ田中。若い子って違う？あ、そう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 。あ、あ、あるじゃん、あるじゃん。ヒント違う、ヒント違う。ここ？あ、よし。できたじゃん。かい、かい、かい子。うんうんうん。あ、虫になってる。一個。え、そんなにそんなにコンボ行く？え、やばいぞ。え、そんなにコンボ行く？やばい。え、嘘でしょ。え、ねねねねねね、なんかすごい、わちゃった、わちゃった。あ、あ、今やばいやばいやばい。いいー、強っ。なー、火力。嘘。え、強っ。あー、あー、あ、あー。え、え、そんな隠れてたコンボ？まあ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 。うわー。お、お、3ポイント。3ポイント見たよね。え、カオリいくつだっけ？ここ単純な虫全然出てこなかった。あとガリとね、ハチとか思いつかないし。ゲーム性変わってるで、本来コンボつなげた方がいいゲームなんですよ。いかに倒さないかみたいになってるじゃん。ちょっと、もう虫が思いつかなければみたいな。違う楽しみ方だね。残念。うん。はい。はい、それでは続いてのチャレンジは私でーす。あげぽん、頑張れー。じゃあくじ引こっかな。はい。これ虫いっぱいそうと思う。そうだよ、ね、大事だよね。大事。なんだ。お、飲み物、ドリンクですね。飲み物いいんじゃない。作りやすいね。じゃないけど、そんな種類あるのかなっていう感じするよね。でもドリンク、うん、でもなんかいろいろさ、広い範囲で言う言葉もあるしさ、うん、その中にこう、あ、いろいろな会社の名前とか出てきても大丈夫な感じなのかね。いいんじゃない。でもそういう固有名詞みたいな、うん、あ、いいっぽいですね。うなずいてるから、うん、では、うん、あゆむちゃん、意気込みよろしく。はい。違うやつが。はーい。忙しいゲームは苦手だけど、今回はじっくり考えられるので頑張ります。はい、あゆむちゃんありがとう。では私のチャレンジです。はい、ではよしやっていこうと思います。いいんじゃん。あ、もうわかんちゃった、うんうん、私わかんないんだけど。あれですよね。これこれこれ、うん、どこででもつなげればいいんだ。ちょっと待って待って待って。あー、いっぱいあるから、まあいいや、とりあえずやってみよう。で、うーわうーわ。え、これでいいのか。いいの。田中がうわ、マジか。なるほどね。あ、うん、あ、どうしたもいい感じじゃん。3本で長続きするし。じゃあ次は。ああ、ある。飲み物めっちゃ得意。え、なになに、え、なある。うん、あそこに、あ、わかった。
俳優でしょ。あお酒なるほど。あ、あ、あ、結構できた。ほんとだ、また見ろ見ろってできやすいね。ね、そうだね。同じことの繰り返しになってきた。でも、私の語彙力もあるな。今回私すごいいけるかもしれない。いけそうね、うん、コツコツと追い上げてきてる感じ。いつもなっちゃんに負けたりするけどえ、でも待って、自分体力がやばいって出てる。え、これアゴポンが死んじゃった場合どうなの。でも多分今までの得点はそのまま得点として。そうですか、そうですか、やるみたいですよ。あーまたできるよ。あ、じん、あ、あ、本当だ、あ、本当だ、ありがたいね、ヒントというものは。もう前回のさたやき、いいじゃん、私のカット、もう勝ってんだから、面白かったよ。なんでもう前回のさたやきがさ、そう、自分がやられちゃうからね、これ。そうだね、敵を倒す前に。これって回復とかはないんですか。あるんですか。あ、そうだ、あるんだ、敗北、敗北って言ってた。でも一番敗北だけど勝ってる。そう、すごい長い間プレイできたので、私の得点どれぐらいなんだろう。おお、13。イエーイ、これは圧倒的な差がついてしまった。まさかの2桁。これを越せる気はしないわ。こんなにできたの初めてかもしれない。なんかあれやね、クーとかジンとかミロとか、そう、水とか、ね、そう、繰り返したね。すごい作りやすいなってことが。なるほどね。はい、では最後はなっちゃんのチャレンジです。はい、頑張ります。チャレンジ出すって言っちゃった。チャレンジ出すよ。はい、じゃあお題を引いて、ね、引いてこれ。あー、食べ物だ。食べ物、あ、いいんじゃない。飲み物も結構やりやすかったから、食べ物って言ったら余計出てきそうだよね。なんか一番覚えて、そう、いっぱいありそう。ではなっちゃん、担当メンバーからの意気込みを発表お願いします。はい、うん、言葉は私の友達みたいなもの、合言葉だけにね。それではなっちゃん、よーい、スタート。はい、チャレンジ頑張って。はい、いや、あるよ。あるあるあるね、いっぱいある。待ってね。あ、食べ物系も強いね。うん、あー、でもどうしよう。見てみよう。そうですね、みんな大好き寿司。ミスジ、あ、あ、おいしそう。ダメだ、ダメだよね。点々ないもん。あー、待って、あー、むずい。みかんにしたかった。あー、でも死が空いてるもんね。あ、やってないか。あ、やっちゃう。うん、でも、うを待つ。もう行くぞ。お、待つ。あー、あー、た、た、ざ、た、た、さ、た、ざ、た、て、で、買う。え、じゃあない気がする。捨てます。はい、うん、これ大丈夫。あ、みかん。あ、あ、あ、来たじゃん。おお、え、すごい、すごい。で、逆にすごいコンボなし、ね、おこり、おこり、おこり、すごい、すごい、おこりが来た。すうどん、すうどん、お、すうどん、すうどん、すうどんなんてないか。できるんじゃない、できるってある。いや、でもこれでやってみたら、やってくれるかもしれないよ、うん、この機械にお任せっていうか、かけてみたら多分うどんないよね。うん、すうどんならいけるけど。あ、待って、キスの天ぷら。あ、あー、スードン出たよ、スードン。すごい、スードン待ってよ。あ、ドン、ドン、ドンはどうなんだろう。これ、ドンはどうなん、ドンもそうじゃない。ドンはどうなんだろう。ドンも丸はそうですよ。いいじゃん、やった。なっちゃん、さすがだ。すごい。これどうだろうね。死んじゃうかも。ギリいけそうな気がするけど。あ、あ、お、うん、ほらほら、いけるのでは。あ、というわけでプレイが終了しました。イエーイ。
難しかったよ。結構頭使った。そう、疲れた。なんか制限時間がないからちょっと考えた。そうだね。そう。それでは結果発表したいと思います。まっちゃんが9ポイント、イエーイ、かおりんが5ポイントで、うん、大西はなんと13点もゲットしています。すごいです。そして田中が3点です。もう田中がもう負け角みたいな言い方して。いや、順番ね、そう、面白くした方がいいかな。最後のということで、勝者は大西です。なった気がする。ずっと2番で生きてきたからさ、ずっと2番で生きてきたの私。2番かどれかで、そうそう、生きてきたから、やったやった、一番だ。あ、負けた。というわけでね、ファミ版のポイントを整理すると、大西が5ポイント、うん、で、なっちゃんが3ポイントで、うん、かおりん1ポイント、はい、田中が0ポイントとなっております。ポイントを与えられないのか。それでは最下位となってしまった田中には罰ゲームをやっていただきたいと思います。やったー、罰ゲーム。もう見ていてね、面白いから。ではやめろそういうの。ではやめろ。ではでは、田中にチャレンジしてもらう罰ゲームはこちらです。いつも手上げな宮下愛ちゃんにちなんで、1分間テンションマックスで受け答えをするでーす。負けたのにテンション上げなきゃいけないの。では準備はいいかな。はい、はい、それでは罰ゲームお願いします。というわけで、どうしようどうしよう、田中今一番食べたい食べ物は、早速それなの。いくよ。20秒ぐらいです。まだまだ。何？田中、ムーラ、今の気持ちは？マジテロゲー！それしか言わない。何月生まれ？10月6日。みんな誕生日にプレゼント待ってるよ。事務所まで送って。これは切って。これは切って。初めて1番になったのよ多分、うんうんうん、そうだよね。もうずっと2番、ずっと2番だった気がする。私転がりますとかでもなっちゃんが負けたりもしたし。あ、そうだね。ずっと私2番で、なんか微妙な立ち位置でね、おめでとう残念ねとか言ってたから、なんか勝者の気持ちを初めて味わえて嬉しかったです。ぶち切れだったもんね。そうですね、すごい運が良かったです。ミロと水とかジンのパワーで。田中は、いや難しかったですね。なんか虫浮かばなかったから。知って難しいよ。難しいね。なかなか思いつかないもんだね。昆虫図鑑見るか。昆虫博士になる？なんて言えばいいんだろう。手上げ！もう使っていく。使っていく。使っていく。なっちゃう。でもなんか食べ物、結構いけると思ったけど、なんかこう頑張って抜かそうと思ったけど、結構難しくて。まあでも、なんだっけ。うん、うどん、うん、うどん、うん、あれはちょっと気持ちよくて、そうだね、そうだね、難しかった。
難しかったけど、まあ、田中の面白いとこが見れて楽しかったね。そうだね。最後やっぱり田中持っていくなって思って。いやいや続いてカオリンが、やっぱなんか意外とこう難しくて、なんか逆に私実はこれちょっとね練習とかしてたんですよ。そうだからなんか逆にちょっとコンボ作りなんか意図しないコンボができてしまったみたいなこともあって、コンボが得意になってた。そう、動物むず、いやもうね結構いいお題だったと思うんですよ、もうちょっとね上行きたかったなっていう気持ちもありつつ、そうでもなんかね、あの初めてファミツーアップさんのあの罰ゲームを見て、あのこれが罰、これがファミツーアップかという。そうです、これがファミツーアップです。過酷って言われてますよ。過酷やな、過酷って言われてますよ。部屋に閉めとく。いやいやいや、もう分かってよ、やる。じゃあせーのでやる。せーの、今回は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ファミツアップ組の、3人と1人で、1人じゃないでしょ、ウマスクフェスのね、そう組ね、準レギュラーも一緒にことだまんを、プレイしてみました。はい、次回の2戦目は PUBG モバイルに挑戦していきたいと思います。おお、というわけで次回もお楽しみに。バイバーイ。PUBG モバイルをプレイしていくよ。どこどこ、みんなどこ。バラバラのシャツ着る、かわいい。自由すぎる。自由。お買い物かよ。ふぅ、ダンスレッスンお疲れ様。はいはい、これ水分補給用のキュウリのぬか漬けよ。え、ああ、はい。運動してすぐぬか漬けはちょっと。え、なんで？そうだよ、アイちゃん。髪の色見ればわかるけど、リナちゃんはナスの漬物だよ。あ、気持ちは嬉しいんですけど、普通に水